皆さんこんにちは、卓球センター .jp の松山です。今日は YG サーブのロングサーブを出すコツを解説していきます。よろしくお願いします。YG サーブのロングサーブを出すコツのまず一つ目は、体の近くにサーブトスを上げてあげることです。サーブトスが体から遠かったら、こう肘を使ってスイングできなくなってしまうので、なるべく体の近くにトスを上げてあげてください。でもう一つのコツとしては、回転をかけて飛ばそうとしないことです。回転かけて飛ばそうとすると手首に力が入ってしまって、コントロールするのが難しくなってしまうので、あんまり手首は使わずに、できるだけこのインパクトで前に飛ばしてあげるイメージです。でインパクトを強くって言っても、こう前にやっちゃうとコントロールするのが難しくなってしまうんで、体の近くから横に逃がしてあげるイメージでスイングしてあげてほしいです。こんな感じです。